こんにちは、レイセンです。今日は7月26日日曜日になります。絶食833日目、天気は曇りでちょっと雨降ってますね。現在時刻は午前11時4分ってところです。今日のフレッシュジュースはスイカ、 EM のスイカでやっていきます。今日使うスイカ、 EM のスイカ、これですね。これで 2735g、 色がちょっと薄いんだよね。で、去年買った EM のスイカはね、めちゃめちゃ美味しかったんだわ。ものすごい美味しかった。甘くてね。これはまあ個体かもしれないし、まあたまたまかもしれないけど、ちょっと薄そうなんで味はいまいちかもです。果肉の部分とあと皮の部分ですね。これで作っていきます。ここに1000ミリあるんで2600ですね。水入れていきます。神社の井戸水を500。今日買い出し行きたかったけど行けそうにないね。雨降っちゃってて。次入れていきます。バレンシアーナを250、有機豆乳は250、あと香辛料、粉唐辛子を9回、七味を9回、ブラックペーパーを9回、したら飲んできます。次入れていきます。カゴメグリーンスムージーを250、有機豆乳を250、あと香辛料も入れていきます。次入れていきます。グリーンスムージーを250、有機豆乳を250、あと香辛料も入れていきます。チョコレイチ、これ飲んでいきます。次入れていきます。グリーンスムージーを250、有機豆乳を250、あと香辛料入れていきます。次入れていきます。グリーンスムージーを250。やっぱ1回取るとたくさん欲しくなるね。で、有機豆乳250。まあでも体重がかなり落ちてたからいいかもしれんけどな。と香辛料も入れていきます。おはようございます。今午前8時20分ぐらいですね。そしたらウイロウリー2回やってから体重測定入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、65ですね。
血圧測っていきます。104-79です。今日の結果報告です。今日は天気曇りのうち雨ですね。睡眠時間は2時間ほどとっています。夜中深夜0時から2時までの2時間です。ちょっとあやふやなんでまた確認します。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなし。日中の室内温度午前10時半ごろ計測で29度、湿度は 65% でした。飲んだもの、野菜ジュースが 1125ml、 豆乳は 1250ml、 果物ジュースは 250g、 果汁 EM のスイカ 2735g で 2600ml、 2.7kg で 2600 です。水は 500、 塩水は0になります。合計が 5725ml、 水500、塩水0のため実質は 5225ml です。なので今日は 5.23 リッター絶食ですね。多いね。塩ヌチマース0、ターメリックも0、香辛料は5回入れてます。尿回数19回出てて、濃さ薄め、完全無色、量は平均的な量でした。大便は0回です。今日は大便出てません。おならたまにありで、匂いは分からずですね。おならはそんな多くなかったんだよね。あんまなかったね。今日は匂いも特に感じられたことはなかったんですね。今日は今日の結束時刻は午前8時半頃に計測しています。昨日よりも1時間と30分ほど早いです。なので 0.15 キロぐらいは増えてることになりますね。体重 54.75 キロ、昨日に比べて 0.45 キロの増加です。なんで昨日と同じ時間に測ったら 0.3 キロの増加ってところですね。まあそれでも多い。 BMI は 17.3 でプラス 0.2、 体脂肪率は 10.7% で 1% の増加です。今日だから体重もそこそこ増えてるし、体脂肪率はドーンと上がってるんだよね。血圧104-79、最高血圧-8、最低血圧+5。なんで血圧は2日前に戻ったね、最高血圧の方。2日前104-74。で、今日104-79。なんで、まあ似たところですね。昨日が112-74でちょっと高かったんだよね。脈拍68で -9、ウエスト65センチで1センチの増加です。今日の気づき。まあ別に気づきって気づきもないんだけど、EM のスイカ、取ってみた感じね、そう、変わんないな。たくさん飲むとズンとした感じがちょっと出るね。 EM のスイカでもあの辺は農薬関係ないってことだな。味は良かった。エネルギーはそう変わんないな、普通のスイカと。特にこれといって特筆するようなこともないってとこですね。 EM のスイカそう変わんない。ピアゴで買ったスイカとその変わんない感じだった。直売所で買ったスイカと比べると、まあ明らかに味はいいし、あの変な味とかはしないから、値段的にはまあそう変わんないかなってとこですね。色味がちょっと薄かったけど味は良かった、うん、甘くて美味しかった。お腹の調子も良かったですね。今日ユータリウツはね、結構調子良かったんだわ。結局抜けられはしなかったんだけど、いい感じになったっていうのかな、結構いい感じになってきてるっていうのかな。あのじわーっとした感じだね、体が。あ、ちょっとなんか痺れるようなじわーっとした感じ、あれが割と高いレベルに来てたもんで、あ、調子いいなと思ったね今日。であそこから抜けるまでが長いんだけどね、うん、だけどあれがね、もっと高く、もっとあのじわーっと上がるんだよ、うん、あの感覚がね、もっと上がると抜けるんだわ。でそこまでまだ行ってないんだけど、今までの中では割といいところまで上がってきたっていうのかな。なんでまあ前には進んでる。明日は残りの EM のスイカでやっていきます。そしたら絶食833日目完了です。それではまた明日。